昭和44年10月、ラムダ 4S4 号機の失敗について原因の追及を始めた実験班は、納得できるまで必要なほど何度も基礎実験を繰り返します。ロケット各段の切断、解凍テスト、3段目の頭部に取り付ける4段目への追突を防止するレトロモーターの燃焼実験、そしてこれらの基礎実験をもとにして行う総合テストなど、データはすぐ計算され集積された後、再び実験が繰り返されました。その一つ、4段目の姿勢を決められた方向に正しく合わせるための姿勢制御装置のテスト。基礎実験は12月28日まで行われて、第二次実験が始まる昭和45年を迎えました。1月10日、鹿児島市の岩崎谷荘で県庁をはじめ関係各方面の参集を得て協力会が開かれました。ビッグサイエンスともいわれる宇宙研究の事業は、単に実験班や各産業の努力だけで成功するものではありません。事務連絡や運輸交通保安警備など、漁業関係者も含めて地元のバックアップがあってこそ、初めて輝かしい未来が切り開かれるのです。実験場のある内の浦でも関係者が集まって協力会が開かれました。実験場開設以来8年、目の当たりにその発展を見、実験班に常に温かい励ましを惜しまなかった町の人々だけに、ラムダ 4S 5号機にかける期待は大きいものがありました。1月26日、東京から国鉄で運ばれてきたラムダ 4S 5号機は大隅高山駅に無事到着し、早速実験場までの運搬作業に取り掛かりました。ロケットは4段式ですが、輸送に便利なように各段ごとに梱包されています。火薬を装填したまま輸送しているので、作業は慎重を極め、実験場までの輸送にはパトカーが先導して道中の安全を図ります。大隅高山駅を出発してから2時間、ロケットは実験場に到着しました。
温度と湿度を一定に保つように設計されている組み立て室に運ばれたロケットは梱包を解かれて輸送中に異常がなかったかどうかチェックされます。1月29日、実験班の全員打ち合わせ会が行われました。実験主任を中心にして各班の作業スケジュールを調整し、一つの目的に向かって全員がスタートする重要な会議です。作業の開始です。各段ロケットの機密テストを行いますが、特に4段目は慎重なテストが続けられます。総合テストの準備も始まりました。東京でも行った実験の繰り返しですが、打ち上げを間近に控えて最終的に各部の機能を確認して信頼度を高めるための重要な意味を持っています。3段目と姿勢制御部の切断、今回は切り離し後の相互の運動を調べるため、分離速度計、分離距離計、先行検出器を搭載しました。ロケットの姿勢制御をするために一時回転を止めるデスピンモーターの燃焼、姿勢制御が終わった後、4段目を再び回転させて飛翔姿勢を安定させるため1秒に 2.5 回の回転を与えるリスピンモーター。4段目の切り離しも順調に行われ、総合テストは無事終了しました。引き続いて SA センターで4段目のダイナミックバランスの調整が行われました。3段目の切り離し、デスピン、姿勢制御、リスピン、そして姿勢制御部と4段目の切り離しと各動作を行いますが、この間ロケットのバランスが悪いとみそすり運動を起こして4段目を正しい軌道に乗せることができません。このため3段目と4段目を別個に調整し、さらに一体にして調整することによって常に完全なバランスが保たれているようにするのです。タイマー総合テストも準備が完了しました。ロケットは飛翔中、あらかじめ決められた時間に各段の点火、切り離し、デスピンに始まる姿勢制御など一連の動作を行いますが、その動作を確認しています。姿勢制御装置もロケット発射点で実際のランチャー配線を使って動作の最終チェックを行っています。この状況は飛翔中と同じようにテレメーターを用いて確認するのです。これはスピンモーターです。2段目と3段目の間に搭載され、ロケットを1秒間 2.5 回転させる目的を持っています。レトロモーターの本組も終わり、セパレーションナットの結線も行われています。ダイナミックバランスの測定結果に基づく調整用ウェイトの取り付け、
三段目点火薬の装填、二段目点火薬の装填、そして一段目と作業は順調に進みます。各種データを地上に送るテレメーターのアンテナテスト、デスピン・リスピンモーターの本組も始まりました。これは姿勢制御部と4段目の間にある回答部継ぎ手におのおの2個ずつ取り付けられます。セパレーションディスタンス、すなわち放射性同位元素を用いた3段目切断後の距離測定器をチェックしています。これはそのデータ写真です。3段目の分離速度の測定器とレトロモーター作動確認のための先行検出器、精密加速度計の調整も行われて、スケジュールは着々進行します。調整の終わった分離距離測定器、分離速度測定器および先行検出器が本組されます。3段目頭部にレトロモーターを組み付けます。これは3段目切断後、上段への追突を防ぐため、切り離し4秒後、上段と最低 2.5 メートル離れてから噴射します。回答部継ぎ手とメインロケットの結合も終わり、その決戦作業です。補助ブースターの切断装置の組み付け、2段目と3段目の切断部を本組しています。ここにはタイマー、スピンモーター、コマンドなどが搭載されています。切断には3箇所3組の二重セパレーションナットが使われています。姿勢制御装置が本組されています。これは3段目の切断後、デスピンモーターで回転を停止した後、4段目のロケットを決められた姿勢に正しく合わせるための装置です。ジャイロを基準にして角度誤差を検出し、修正用のオン信号、オフ信号でそれに相当する過酸化水素のジェットが作動するのです。3段目計器部の本組も行われています。テレメーター送信機、コマンド受信機、地上からの指令電波で次段以後の燃焼を停止させる保安用とともに、4段目点火指令の重要な役割を持っています。加速度計、スピン計、温度計、レーダートランスポンダー、タイマー、地磁気姿勢計なども組み込まれ、3段目計器部が完成しました。4段目計器部の本組も並行して行われています。この部分は人工衛星になるのですが、温度の変化が少なくなるよう、このようにアルミ箔で保護されています。この部分には
精密加速度計、温度計、加速度計が搭載され、テレメーター送信機は飛翔中の各種データを地上に伝送し、パイロット送信機は地上の自動追尾アンテナの角度検知に使われます。またビーコン送信機は人工衛星の軌道を計算する目的の送信機ですが、このビーコン送信周波数は 136.16MHz に設定されており、地上の各追跡ステーションでその電波が受信できるようになっています。一方、ロケットセンターでは1段目モーターに補助ブースターの組み付けが行われ、キャップが取り付けられます。1段目と2段目のロケットの結合に入りました。この切断機構にはノイマン破壊継ぎ手方式を用いています。いよいよ組み立て作業も最終段階に入り、姿勢制御部と3段目計器部の結合結線が行われています。機体スピン測定用のピックアップの取り付け、3段目の計器部にあらかじめ結合されていた回答部継ぎ手と4段目モーターを結合します。続いて第4段ロケットの上に計器部分を組み付けます。入念な作業、緊張の連続です。ビーコン、テレメーター、パイロットの各アンテナを取り付けて頭動部は完成しました。抵抗回答方式のノーズコーンかぶせ、こうして出来上がった頭動部の重量が計算と合っているかどうかを測定します。頭動部が3段目ロケットに結合されます。2段目響板部にコマンド受信機を取り付けます。ドラッグコーンと呼ばれる2段目と3段目の切断部を結合し、3段目のロケットモーターを結合します。2月6日4段式の前段固体ロケットのラムダ 4S5 号機の組み立てが完了しました。組み立てが終わった機体はランチャーに装着されます。ラムダ型ロケットは前後2箇所のフックを用いた吊り下げ方式になっています。1970年、昭和45年2月11日午前7時、ランチャーは静かに発射点に向かい始めました。長さ 16.55m、 最大外径 735mm、 重さ 9.4 トンのラムダ 4S5 号機は早朝の陽光に照り映えます。Thank you.
天候は快晴、まさに発車日和です。姿勢制御部に過酸化水素を注入し、続いて窒素を注気します。強風のために3日間伸びた発車を前に、今日こそはの期待に実験場周辺は静まり返っています。巡視船の活躍、発射前の風の観測はロケットの発射角度を設定するために極めて重要ですが、気象庁の協力を得て同時観測が行われるのです。 10.4、13170、13170。発射上下角は63度に設定。方位角は93度にセット。発射準備の都合と海上保安の関係で発射は13時25分になりました。6、5、4、3、2、1、0。発射は正常、二段目点火の瞬間。光学観測班の追跡、発射点から2キロメートルのところにあるレーダーの活躍、付属の電子計算機が正確に飛翔経路を算出します。4段目点火のコマンドが送られ、固唾を飲んで結果を待つ実験班。2段目燃焼終了後、頭部の解凍が行われ、続いて2段目を切り離して3段目が燃焼。2分30秒後に高度 155km で3段目を切り離しました。レトロモーターも正確に働き、デスピンした後姿勢制御で所定の姿勢になった4段目は、再び1秒間 2.5 回転のスピンを与えられ、姿勢制御部を切断して発射後6分47秒。高度 360km で地上からのコマンド電波指令によって4段目に点火。第一宇宙速度を超える秒速 8.6km の速度を得た4段目ロケットと計器部は、
地球を回る人工衛星の軌道に乗りました。4段目燃焼直後から内之浦はもちろん千葉県の勝浦、茨城県鹿島及び沖縄でビーコン電波を受信し、続いてグアム、カウアイ、キトー、サンチャゴ、ヨハネスブルグで次々と受信が確認されました。郵政省電波研究所や宇宙開発事業団の協力、そしてアメリカの NASA からの通報と、東京の宇宙圏で留守を守る署員を経由して刻々情報が入電する中で、実験班は人工衛星が再び頭上に戻ってくる時間を沈黙と苛立ちの中で静かに待ちます。15時56分10秒、実験場のアンテナが電波を捉え、ここに人工衛星の誕生が確認されました。1周目の受信後、記者会見が行われました。 L4S5 号機は昭和45年2月11日13時25分上下角63度方位角93度で発射されました。ロケット各段の飛翔、姿勢制御等一連の動作は正常で、第4段ロケットはコマンド電波により発射後6分47秒内之浦東方1400キロメートル高度360キロメートル軌道に乗りましたので、大隅半島から降り立ったということを記念いたしまして、大隅と名付けることにいたしました。2周目を受信するテレメーター、ラムダ 4S5 号機の成功は我が国に新しい宇宙時代の幕開けをもたらしました。この成果はミュー 4S 型ロケットに確実に受け継がれて、再び始まる未知への挑戦に大きな貢献をすることでしょう。